サイクリン B は、サイクリンファミリーのメンバーのタンパク質で、有糸分裂に関与するサイクリンである。サイクリン B の量とサイクリン B、CDK 複合体の活性は、細胞周期があり、と分裂に入るまで上昇し、その後、サイクリン B の分解によって、急激に低下する。サイクリン B、CDK 複合体は成熟促進因子、または、有糸分裂。 M 期促進因子などと呼ばれ、MPF と略される。細胞周期を通じたサイクリンの発現サイクリン B は、細胞周期の M 期の開始と終了に必要とされる。サイクリン B は、CDK1 と複合体を形成する。ホスファターゼ CDC25C は、S 期の終わりに、CDK1 のチロシン15番残期を脱輪酸化し、これによって、サイクリン B、 CDK1 複合体は活性化される。活性化に伴って複合体は核へ移行し、そこで M 期への進行のトリガーとして機能する。しかし DNA の損傷が検出されている場合には他のタンパク質が活性化されて CDC25C がリン酸化される。それによってこの過程は阻害され、サイクリン B、CDK1 の活性化は起こらない。 細胞が M 期から出るためにはサイクリン B の分解が必要である。サイクリン B、CDK1 複合体は細胞の成長や優位と分裂の進行を調節する主要なタンパク質、経路と相互作用する。これらの経路間のクロストークはサイクリン B のレベルとアポトーシスの誘導を間接的に関連づけている。サイクリン B、CDK1 複合体は 生存シグナル分子であるサバイビンの発現に重要な役割を果たす。サバイビンは防水体の適切な形成に必要であり、細胞の生存に強い影響を与える。そのためサイクリン B のレベルが乱れた時には、防水体の極の形成が混乱になる。サバイビンのレベルの低下とそれに関連した有意と分裂の混乱は、カスパーゼ酸を介した経路によってアポトーシスを誘導する。 サイクリン B は多くのタイプの癌で不可欠な役割を果たす。過形性は癌の特徴の一つである。サイクリン B は細胞があり糸分裂に入るために必要であり、すなわち細胞分裂に必要である。そのため、主要ではしばしばサイクリン B のレベルの調節の解除が見られる。サイクリン B のレベルが上昇すると細胞は未熟な状態で M 期に入るなど、 細胞分裂の厳密な制御が失われた状態となり、癌の発生に好都合となる。一方で、サイクリン B のレベルが低下しサイクリン B、CDK1 複合体が形成されないと、細胞は M 期に入ることができず細胞分裂は遅延する。一部の抗がん剤は、サイクリン B、CDK1 複合体の形成を防ぐことで、癌細胞の分裂を遅らせたり防いだりするように、 デザインされているこのような薬剤の大部分は CDK1 サブユニットを標的としているがサイクリン B の薬剤標的としての関心も主要学の分野では高まっているサイクリンのレベルは主要性検検体の免疫組織学的な分析によって容易に決定することができるがん細胞ではしばしばサイクリン B の調節異常が見られるためサイクリン B は がんのバイオマーカーとして魅力的である。主要におけるサイクリンのレベルの調査は多くの研究でなされており、多くのタイプのがんにおいてサイクリン B のレベルは予後に関する強い指標となることが示されている。一般的にサイクリン B レベルの上昇はがんの悪性度の高さと予後の悪さを示す指標となる。サイクリン B レベルの免疫組織学的検査はステージ1。 リンパ節転移性、ホルモン需要対応性の乳癌の女性が補助療法によるベネフィットを得られるかどうかの決定に利用することができる。一般的にこの癌の予後は非常に良好で、10年死亡率はわずか5%である。そのため、これらの症例で補助化学療法が推奨されることは稀である。しかし、このタイプの癌の患者のうち少数は予想外な。 悪性度の高さを示す。このような稀な患者はサイクリン B レベルの上昇によって特定することができる。加えて高いサイクリン B レベルは消化器癌の予後の悪さとリンパ節転移の指標にもなる。しかしサイクリン B を過剰発現するすべての癌が,が悪性度が高いというわけではない。2009年の研究では 卵巣癌でのサイクリン B の過剰発現は悪性でないことの指標となり、より悪性度の高い上皮細胞由来の卵巣癌では、サイクリン B レベルの上昇は見られないことが示された。サイクリン B の調節経路と癌抑制因子 P53 の経路の間には、強いクロストークが存在する。一般的に P53 とサイクリン B のレベルには、負の相関がある。 P53 が蓄積すると、下流のタンパク質 P21 のレベルが上昇し、これがサイクリン B、CDK1 複合体の活性化を阻害して、細胞周期の進行を停止する。また、サイクリン B レベルの低下によって機能的な P53 のレベルが上昇することも示されている。そのためサイクリン B を標的としたサーナは、 P53 の機能が阻害されているものの遺伝子は、欠損していない癌に対する効果的な治療法となる可能性がある。このような症例では、サイクリン B のレベルの低下によって、P53 の腫瘍抑制機能を回復させるとともに、癌細胞の分裂を防ぐこともできると期待される。ありがとうございます。